大変長らくお待たせいたたたししましたただいまより FAO マシンビジョンにおける GPU コンピューティングの活用例と題しまして NVIDIA 森の深夜より講演を行います。<music> 本日最後のセッション、この会場最後のセッションになります。えー、今回、FAO マシンビジョンにおける GPU コンピューティングの活用例として、えー、株式会社ファーストさんに、えー、実は講演を依頼しておりますで。株式会社ファーストさんと、もう老舗でご存知の方あの、おられると思います。で、本日お呼びしている方が、えー、株式会社ファースト、技術開発本部ソフトウェア開発グループの高,高橋。 宏様になります、まあ、あの本人のキャッチフレーズはこれでええかってうんで確認してきたらええよってうんで言いますが、えっと、ファースト30年の歴史そのノウハウを GPU に注ぎ,注ぎ込む男だという風に認識してくれと言うておりましたんで、まあ、そういうところの,あの片鱗でもよく感じ取っていただけたら嬉しいと思いますでは高橋さんよろしくお願いしますいらっしゃい <music> こんにちは株式会社ファーストソフトウェア開発グループの高橋と申します。本日は FAO、ここに書いてある FAO 画像処理、まあ、マシンビジョンにおける GP コンピューティングの活用に関してお話をさせていただきます。まあ、本日何、何点か例題、まあ、うちの会社で以前も収めた実績があるものを例題として持ってきています。でまあ、話す内容としては、こんな感じで、えー、とあの森野さんの方から。 ファースト老舗で皆さんご存知というふうにおっしゃったと思うんですけども、まあ、そんなに大きい会社でもないってこともありますし、画像処理業界自体、そんなに大きい業界でもない、今後伸びていくだろうという思われる業界ですけども、まあ、ファーストっていう会社自体、あまり知られてないってこともありますので、まず会社紹介させてもらいまして、その中で弊社の製品ですとか、扱っているサービスとかを話をさせていきます。次に、じゃあ、GPU コンピューティングとマシンビジョン。 まあこの辺の話は皆さん何度も聞いたと思うんですがその繰り返しになるような内容なんですけどもまた話をさせていただきます次に応用例と最後にえっとファーストが扱っているラライブラリー画像処理用ライブラリーの中で GPU を使った GPU 専用のライブラリーがありますので最後にこの説明をさせていただきますそれでは会社の紹介から入ります株式会社ファースト英語では FAST でファーストと言いますでここに書いてある通り、フューチャーオートメーションシステムテクノロジー、未来自動システム技術の頭文字を取っ,た取っています、まああの。こんな難しいことを言っても、きっと皆さん覚えられないと思いますので、画像処理が早いという意味でもファーストだと覚えておいてもらった方がいいですと思いますでここ。森野さんがおっしゃったとおり、設立が1982年で、 まあ30年以上、画像処理、も、ま、う、あ、本当に画像処理のみをやっている会社です。営業所ですとか事業所として、本社は神奈川県の大和市、大阪、名古屋、松本に営業所、事業所がありまして、韓国に総代理店、ソニックス、台湾、上海にオフィスがあるといったような感じです。で事業内容 書いてある通り、画像処理そのものを基幹に据えた事業、えー、画像処理ソフトウェアライブラリー、汎用および専用画像処理装置、画像入力ボードの販売、製造、ん開発、製造、販売といったものがメインとなっておりまして、また最近始めているものが、標準品に限らず、お客様の要求に応えていくソリューション事業というものをやっております。 でまあ、簡単に製品の説明をさせていただきたいと思うんですけれども、画像処理装置といったときに、まあ、お客様のアプリケーションを載せることができる装置を汎用画像処理装置と、こちらでは呼んでおりまして、まあ、お客様のアプリケーション、計測、認識、検査、いろいろなさまざまな用途に適用できる装置として、 ラインナップしております OS として Windows 型ですとか Linux 型またここに独自型と書いてあるものは86系ではない組み込み用リスクを用いた、まあ、低消費電力小型というものもラインナップしておりますで、えー、とその上に動くアプリケーションを書くためにやはり画像処理の,ベー,スのベースが必要ということで画像処理ライブラリの販売も行っておりますで86系を 使うにパソコンを使うときに、やはり画像入力ボードっていうのがないと、画像の入力へは入れる、はカメラからのデータを入れることができないということで、画像入力ボードの開発、製造、販売も行っております。で、あと、パソコンを使って画像処理装置を構築してきた、その辺の経験を用いて、FA 用、産業用 PC の販売も行っております。 今までは装置のお話でしたけれども、次に、その上であのの動く機能としまして、まあ、ライバリーを使えば何でも動くよというお話をしましたけれども、こういった製品、専用装置としてあります。まず、位置決め装置。画像処理業界、クーラーを用いて検査をするのがいいとか、そういった話がたくさん出てはいますけれども、まあ、画像処理業界、メインは位置決め。 といいうものが多いですで、まあ、ここに出している位置決め装置というのは複数カメラで大きいものの位置を補正するどれくらいずれているかというものを計算して、まあ、ロボット等に伝えて補正するといったような装置になります次のはここ。 次の2つ、これ、フラットパネル検査装置、ウェブ検査装置、これが GPU を活用した例で、後で紹介する内容なんですけれども、フラットパネル検査装置、これは LCD に代表される平面ディスプレイの点灯、シミムラ検査、ガラスやフィルムなどのパーティクル、傷、汚れ検査、グリーンシートの検査のよに最適、まあ、こういったところに使われてないものです。でウェブ検査は、えっと、展示ブースの方でも皆さんにお見せしていますけれども、印刷物の検査を主にやっています。 FAO だけでは、画像処理というと、f a 用だけではなくて、また他の分野でもカメラを使ったデータの処理っていうのもありますので、まあ、その辺の紹介を簡単にさせていきますで。ここに書いてあるのは、被破壊検査装置で、まあ、コンクリートですとか、道路ですとか、そういったものの検査装置も扱っております。 お話し,しましたけれども、ここで書いてあるロボットピッキングですとか、まあ、標準品にはない検査計測システム、えー、標準品にはない位置決めですとか、読み取り、こういったこともサービスとして行います。あと、非破壊検査もやっているといったところで、えー、写真の左ですね、これが、 道路の路面状況をひび割れ補修後、わだちぼれを走行しながら収集するシステムで、収集したデータを解析するといったところまでのサービスをソリューションとして行っているものということで、写真を載せています。で真ん中の写真がコンクリート構造物を自動で分割撮影するロボットの写真にはなるんですけれども、まあ、分割撮影した後自動で貼り合わせをして、全体からの ひび割れを抽出だとか、そういったようなシステムになっております。まあ、あの、ファーストという会社、画像というものがつく限りも、な何でもこう、やっていくというような感じの会社になってます。で、次に、GPU コンピューティングとマシンビジョンの関係についてお話しします。で、まず、やはり大前提として、画像処理って何という話をさせていただきます。で、まあ、ここの絵に書いてあるとおりです。 通常、人間が目から映像ですとか画像情報を入力し、それを脳で処理、判断をした後、出力として手足へ伝達、このシステムをコンピューター、画像処理装置で行うといったのが画像処理になりますで、えーと。カメラから画像入力ボードを通じてパソコンの方でデータをインプットし、その データをを処理をするで、その後出力として、まあ、ここの写真ですとロボットですとか各種制御装置、まあ、モニターへの表示も含めてこういったものを行うのは画像処理になりますで次に、まあ、その辺が分かりやすいだろうと思われるアニメーションをちょっと持ってきたんですけどもまずカメラで絵を撮ってそのデータが OK か 良品か不良品かの判断をする。で、不良品であれば、まあ、下のゴミ箱にこう入れる。で、その繰り返し、ずっとこう延々と工場では LINE で行われてはいるんですけれども、まあ、この辺の画像処理システムをファーストはやっているという形になります。で、です。じゃあ、画像処理をずっとやってたときに、現場からどういった要求があるかというと、ここに書いてある通り、なんかあのファーストフードみたいな。 感じですけども早い、うまい、安いと、まあ、この辺が現場から要求されるということになります。早い、まあ、書いてあると、処理時間をもっと早くしてほしい。なんでこれ、早くしなければいけないか。まあ、早くなると、単位時間あたりの生産数量が多くなると。そうすると、今まで1時間に100個しかできなかったのが200個できるということもありますしで、次の装置の小型化といったときに、今まで絵を撮って、 検査結果が出るまで100ミリかかっていた、1秒かかっていたものが、例えば半分になったっていうと、まあもの、先ほどのアニメーションを見てもらった通り、検査したものというのはどんどん流れていくということを考えると、まあ、そこの時間が短くなれば、その分装置が小型化されるということもありますので、まあ、こういった要求が多いです。で次のうまい、まあまあ、これ語呂合わせのためにうまいって書いてあるものですけれども、 計測処理ですと、検査精度をもっと上げてほしい、今までコンマ1ミリの精度でよかったのがコンマ05ミリにしてほしい、まあ、もっと細かく見てほしいということが要求として上がります。で検査処理でいうと、まあ、今まで5検査が多かった、まあ、それを5検査もっと少なくしてほしい、まあ、言ってしまえば。 目視検査でやっている人員と同等のものをやってほしいといった要求が多いです。で、最後に、安い、これはあのいろんなところで言われてるシステムコストを安くしても、もう少し下げてほしい、まあ、あと、導入した後設定しやすい、導入しやすい、こういったことを多く求めていります。これはあの今始まったことではなくて、画像処理始まっ、えっと、ずっとうちの会社、は言われ続けている内容なんですけれども、プラス、 こういった取り巻く環境の変化として、検査対象、どんどん大きくなっているんですね、例えば、ここに書いてある液晶テレビ、まあ、5年、10年前ですと、32インチ、40インチぐらいが一番大きいものだったっていうのに対して、今ですと80インチ、まあ、もっと大きいものもありますよね、となっていきますし、ただシリコンウェハーにしても、まあ、現状30センチですけれども、数年前までは12センチで。 えっと、45センチっていうような計のものも出てきています、あと次に、検査する対象の微細化、あの液晶でいうと解像度、以前は HD 画質だったのが、今ですとフル HD ですね、1920×1080 画素で、もう話としては 4K ですとか、8K という話も出てきています。あと 次の半導体関係でいうと、プロセスルールがどんどん細かくなってきている、まあ、今ですと22ナノメートルというのが主流だと、まあ、やっと出始めたのかなというところなんですけれども、まあ、どんどんこれも細かくなっていくだろうと言われております。あと次、次印刷物に関しても、まあ、昔はあの寄るとドットが見えたとか、そういったような印刷が多かったんですけれども、まあ、今のグラビア印刷だとか、その辺を見ると、 いくら寄ってもドットは見えない、すごくもう綺麗ですよね。で、そういったところで、高 DPI 化が進んでいるということもあります。で、じゃあこの辺はどういうことが言えるかというと、どんどん扱うデータが増えてるんですよね。で、まあ、それに伴って、入力ですね、カメラの進化もあります。まあ、高フレームレートカメラと言われている。 まあここにはハイスピードカメラって書きましたけども、画像処理でも業界であまり使いませんが、まあ、探すと1秒間に1万フレーム、5万フレーム、もっとっていうものもありますし、まあ、単位時間あたりに入れるデータ量がこういう意味では増えているっていうのと、あと、高精細化、高分解能化、まあ、ちょっとインターネット検索すると 8K カメラっていうのはもう出始めているというふうに聞きますけども、まあ、この解像度が 7680×4320 の60フレームのカメラらしいんですけども、どんどん単位時間あたりに入ってくるデータ量も増えているという、この辺は対象がもう大型化、微細化してくるというところで、こういうカメラが出てきて、これはすごくちょうどいい話なんですけれどもで、ここでじゃあ何が起こっているか、やはり処理する、画像処理にすごく影響があるんですよね。 で私ども画像処理をずっとやっていて、まあ、思うのは、画像処理、画像データを処理、変換し、ま,あ、またあ画像データを格納する、まあ、その繰り返しっていうことがメインになりますんで、メモリの待機っていうのが、画像処理自体全体を高速化するキーになっております。それで下のこのグラフを見てもらうと、まあ、GPU に対して CPU、こう、桁が違うんですよね、メモリ待機というものは。 そうすると、今まで CPU で頑張って1回、2回やってた処理っていうのがメモリ待機が増えるというところで、4回、5回、もっとまあ桁が違う分まあできるという意味では、弊社としては、ファーストという名前の通り、早いものを追っかけるというところで、より早い GPU を選択したという経緯があります。で次に 応用例として、まあ、これも弊社、製品の紹介みたいなものになるんですけれども、まあ、なんでここで GPU を使ったかっていうところを重点的にお話ししたいと思います。まず、先ほど話したフラットパネル検査、フラット面の血管を検出する場合に、従来の方法では検査員が直接目,を目で見て判断をするということが多かったんですけれども、まあ、検査員によって検査結果が違う。 検査物を長い間、検査医が見ていると、目を酷使するといったような、いろいろな要因があって、自動化が求められてきていました。まあ、それを解決したのが、ここに書いてある f v ピクセレンスという製品になりますで。f v ピクセレンスが活躍する分野としまして、メインは伝統検査、えっと、パネルを作っている、一番最後の工程のところで、 電気的につなぐバックライトを入れて、まあ、点灯させてみるその時に、まあ、何かしらの血管があるかという検出するシステムになってまして、まあ、フラットパネルディスプレイの総合血管検査ですとか LCD や PDP の気度村血管の検査 UQA の検査というのに活用されていますでフラットパネル以外のところでもこの FVPXS、e、使うことができまして ガラスの傷検査、汚れ検査というものもできますし、金属の表面傷けの、金属表面の傷血管ですとか、フィルムですとか、そういった平らだ、ほぼ無地に近いようなものを決まったパターンがあるものに関しての血管検出というものを得意としております。でここで応用事例を1つ紹介します。ここで表示書いているのは、 パネルの液晶パネルの点灯検査です <laughs> 液晶点灯装置っていうものを使って液晶パネルを点灯させカメラでその画像を撮像し FBPXNS で検査をするでそこでデータを分析し血管を検出血管特徴をこうモニターに出すといったシステムになります。 現このシステムを開発した時点での、まあ、最大の液晶パネルのサイズが65インチでしたので、まあ、65インチフル HD のパネルの検査ということになるんですけれども、ここカメラ4台使ってます。で、このカメラ4台使ってるっていう理由もいやあ,のありまして、LCD の1画素に対して CCD が何画素か必要ということで、まあ、この当時使ったのは1000万画素カメラ。 4000×2500 のカメラなんですけれども、まあ、これを4台使ってやっとこの1画素に対して9画素の CGDD というのが対応できたということになっていますでこのシステムでは1枚のパネルに対して R のみ G のみ B のみ全頭っていうような複数画像複数の点灯パターンを画像で撮りで全ての画像において同じような 処理を行い、結果の検出をするということになりますので、例えば10パターンの点灯で検査を行った場合、まあ、ここでいう CPU でやると約3.3秒、これが GPU になると1秒弱でできるようになり、まあ、GPU を使うと3倍以上高速、まあ、もっと高速になったというふうに聞いてありますけど、となります。ということは、この当時は、 65インチのカメラを1000万画素でこう行ったということになりますので、もう少しこう小さいパネルであれば1台のカメラで、現状、解像度がもっと増えたカメラを使うと1台のカメラでやるということも可能ですし、そうすると全体のシステムコストが下がるということもありますし、GPU の進化があれば、 まあこれも4台使ったのは1台でということも可能になって、まあ、GPU を使うことによって、インテルの CPU にはないこうデ,ータのデータ処理の速度っていうのは確保できるところで有効に使われています。次に印刷検査の話をします。印刷検査っていうのは、登録した正常品画像と検査対象画像で 比較処理を行い、高精度、高速に血管を検出するといった処理を行っています。で正常品画像と比較処理なので、紙の検査対象でなく、さまざまな対象に適用できる、例えばプリント基板の検査ですとか、そういったような検査にも適用できると聞いています。でここで簡単な例として、まあ、どういった検査でどういう血管が出るか、まあ、汚れですとか、欠けっていうのはまあ大体ほとんどで。えー <laughs> まあ、もともと正常品にはないもの、まあ、あるものがなくなったものを高速に検査し抽出するという検査になりますで、えっと、この一つの応用例としてシールラベル検査装置というのがありまして高速に流れるシールラベル、まあ、この図にあるとおりロール状にシールがたくさん貼り付いているそれを全数検査 を行うシステムになりますで、このとき、まあ、要求されてきた速度というのは、1分間に60メートルぐらい流れる速度での検査をやってほしいという要求だったとと同じに、えーと、検査制度によってカメラも変えてほしいというふうに要求がありました。でこの時ののとカメラのオプションとしては 2000画素のグレーカメラ、濃淡ーーカメラから4000画素のカラーカメラとい,うというオプションがありまして、まあ、ここで何が違うかというと、1分間に流れる速度というのは同じで、カメラの解像度が違うということは、2000画素のカメラですと、1分1秒間に34メガバイトデータが入るに対して、4000のカラーカメラになると220メガ。 データが入ってくるこれを全て、えー、と同じ速度で流れるような処理を行わなければいけないという要求でした。そこで、まあ、この当時使用していたのは c o a 2 d o という CPU を使ってたんですけれども、4K のグレーカメラで、えー、行った場合、290ミリ。 秒かかってたこれはあの計算すると大体1分間に60メートルぐらい流れるような速度になるんですけども、まあ、それが4000のカラーカメラを使った場合の690600700ミリぐらいかかるというこれはもう1分間に26メートルしか流れないといった量になっていますでその当時高圧ではなく他の例えば G オンですとか、もう少し高速な CPU で試さなきゃいって、いろいろこう試したんですけども、なかなかこの60メートルというのが達成することができなく、まあ、いろいろこう試した結果、GPU を使えばいいんではないかというところで、GPU を使ったところ、まあ、この当時ですね、C2070 ですかね、を使うと、まあ、こういった処理速度になりました。だい,たい100倍以上あ、10倍以上ですね、10倍以上の処理速度の改善というのは見ることができ。 でえー、と先ほどの数字で言うと GPU ですと4000のグレーカメラですと645メートルまで速度を上げられる4000のカラーカメラですと約400メートルまで上げられるというような数字が出ていますで最後またこれも製品紹介みたいな形になりますけどもファースト 画像処理用ライブラリを出してまして、ほとんどが CPU 用のライブラリなんですけれども、まあ、ここで FGA と言われる GPU 専用のライブラリも出しています。FGA っていうのは通常、CPU で処理している画像処理を GPU で利用することにより、まあ、高速化を実現するといったライブラリになってまして。で GPU に関する知識がなくてもプログラミング可能なものとなっています。通常、まあ、ここでいろんなトレーニングだとかそういったもので、クー d を覚えて高速化処理をやりましょうと皆さんにこう言っている話なんですけどこのライブラリを使うと GPU って何って知らなくても、まあ、この関数をコールしていただければ勝手に中でクー d を呼んでいただける。で、知らない間に高速になっているといったようなライブラリになっています。で、このライブラリ ファーストの会社の CPU ライブラリとほぼフル互換になっているというところでまずまあ C 言語など使うんですけども CPU 用のライブラリで動作検証をする何ができるかこういうことができたできないということをいろいろ試してもらうその後に FGA を使ってもらうまあ速度が間に合えば CPU で全然問題はないんですけどもそこで何か間に合わないボトルネックがここにあるといったときに まあこのライブラリを使うっていうことで速度の改善っていうのは容易に進めることができるで、この互換っていったときに頭の3文字が FGA とつけるだけでまあいいぐらい互換性がありますんでえっとプログラムされる方にとってはすごく簡単にクーダっていうものが知らないで、ね、使えるようになってるというようなライブラリですでこの FGA っていうライブラリ自体、まあ、CPU ライブラリのオプションライブラリになってまして、まあ、その メインのライブラリとして WILL という Windows 向けのライブラリがあります。まあ、これはあの豊富な機能がより簡単に使えるような内容になっていますので、まあ、あのホームページ上から体験版等をダウンロードできますので、まあ、使ってみてもらえればと思っています。で、高速というときに、まあ、どのくらい高速かっていうのを表すのに、まあ、簡単なベンチマークですけども、取っています。この気化変換ですね。 行うの 4000×4000 の画像を処理をするのに、Core i7 でやると60ミリ、GPU を使うとデータ転送も含めて10ミリ以下という数字になりますし、カラーになったとしても大幅に高速化ができているというような内容です。で色空間変換という RGB の画像を他の 色空間に変換する処理にしても CPU に対して100倍以上の高速化ができますし、まあ、アフィン変換にしても30倍以上ガウシアンフィルターこれはもうこの図 A にあるように、まあ、ぼかす処理ですよねにしても30倍弱の高速化あとよく使われる日課、まあ、ここにある 移動平均日課と言われるのは単純な日課ではなくって周辺画素を見ながらより最適な日課をするという処理なんですけれども CPU が30ミリに対して GPU で使うと3ミリ以下11倍10倍以上の高速化っていう処理になります FGA には次のような機能が含まれています CPU 画像処理ライブラリの全機能を網羅しているわけではないですし、まあ、あの派手な機能というのもないラインナップになっていますが、まあここは、ここには FA の現場でよく使われているもの、まあ、GPU 化することによって効率が高いものというものから優先的に盛り込んでいます。まあ、今後もよく使われるあろうもの、GPU 化する効果が高いもの、要望があるものを順にどんどんこう追加をしていくこと。 ここで考えています最後になりましたが、展示ブース、先ほどから話した通りえっり、と、先ほどの印刷検査の方のデモを行ってますんで、まあ、何かありましたら、ブースの方に来て、いろいろこう、こういうものどうか、こういうものが欲しいとか、そういった話をしていただければと思います。それではどううもごご清聴ありがとうございました